今日はちょっと環境の話をしたいと思います。この環境の話はもちろん東京じゃなくて日本のことじゃなくて、まあ、韓国のことなんですが、実は私は日本でもこの2月末から桜が落ちた後まで実は花粉症でもう本当苦しんでいるんですが、まあ、花粉症はそれでもなんとか最近はいい薬がどんどん出て、例えば何か公園がある場合はそういう薬をたくさん飲めば鼻水などが流れず、まあ、なんとかしのぐことができるようになったんですが、問題は韓国のことです。先週娘が韓国から東京に、まあ、遊びに来て、まあ、帰ったんですが、いや実は娘が帰るとき、ちょっと私気になりました。何が気になったのかというと、その日、ソウルの、この何ですか、PM2.5、本当にひどかったんですね。もう本当にガスマスクが必要なくらい、韓国の歴史上、今、先週の1週間が一番これがひどい、そういう状況だったので、空気のいい東京から地獄のような空気の韓国に戻っていいのかと気の毒なそういう思いがしました。今韓国では中国から来るこのスモーク、これ普通韓国では翻訳が間違ってるんですが、これ誰が翻訳したのか、微細チリ、粉塵じゃなくてチリというふうに、チリとこの中国から来るこのスモークは今韓国ではみんなこれは間違ったと、今中国から韓半島を襲う中国のこの PM2.5 ですか、これは殺人スモークというふうにみんな言い始めてるんです。中国の上海や北京よりももっとひどいです。今韓国の空気が、韓国では週末になればみんなが山に行くんですね。それともゴルフ場へ行くとか、これが今不可能になりました。韓国で選手の場合は学校へも行けない。だから若い女性に会えば子供のいる、みんなムンジェインに怒るんです。この問題をなぜ処理しないのか。このままでは、この、大体この60年間、この70年間、韓国人の平均寿命が2倍になったんですね。1945年以降、実は韓国人の平均寿命は2倍になりました。日本が敗戦して、韓国が、まあ、植民地から解放された時点と比べて、今ちょうど2倍です。その時韓国人の平均寿命が45までいかなかったんですから、それが今90近くになってるんですね。これがこのまま中国のこの殺人スモークに襲われると30年後は寿命が減るんじゃないかとみんな心配するようになりました。すでに昨年も人によっては1万人以上がこの問題で死んだというふうなことを言う人々もいるんですが、これが、まあ、韓国は今のところ引っ越しができませんから、中国からわずか数百キロ離れた韓国という韓半島が、それから地球の自転が止まらない限り風は基本的に偏西風ですね、西から吹くようになってるんですね。特別な気圧の変化がない限り基本的には西から風が、地球が東から西の方に自転しますからそうなってるんですが、じゃあこの隣の中国からのこの問題をどうするのか。特に中国は彼らの東の海岸沿いにゴミの処理場とか原子力発電所とか、何よりも
石油を生産する時のその何ですかコルタルみたいないろんなのが残るんじゃないですか。それを処分する工場などを全部彼の内陸には風が行かない東の海岸に全部今集中建設してるんですね。それからその全ての有害物質殺人スモークがそのまま韓半島を襲っているということです。我々が今望むのは雨が降るように、雨が降ってそのスモークの有害物質が韓半島に来る前に世界の公海の海に落ちるように、それを望んでいるという、こんな情けないことが今韓国で日常的な風景になり始めています。じゃあ問題はムン・ジェインです。私は本当に他のところでそういう話をするんですが、結局中国のこの殺人スモークのことが、まあ、直接にはまずは韓国、それから影響は薄いんですが日本もその影響を受けるんですから、韓国と日本が一緒に中国とこの問題の解決のために国家体制で取り組むべきじゃないかと私は思うんです。特に韓半島で今まで国連が決めたその数値があるんですね。子供などが外に出ては野外活動してはいけないという、そういう労働の基準の2倍に達しても文在寅は何もしないんです。これは国家非常事態ですね。大きな山火事が起きても、地震や津波があっても国家非常事態を宣言するように、今韓国は5000万の国民が殺人スモークにさらされているんですから、これは国家非常事態です。なのに文在寅は何もしません。文在寅は自分が大統領になればこの問題を解決しますという公約を出したことがあります。文在寅はなのに中国に対して一切一言も言わないんです。韓国の中左派は同時に親中派ですね。彼らは一切も言わないんです。韓国の数多い環境団体がこの問題に一言も言わないんです。一言も言わないんです。つまり今まで韓国の環境団体はいわゆる環境活動は全てがイデオロギー的に今の左翼社会主義政権を作るためにそうじゃないまともな正常な国家体制を攻撃してきたというのが証明されるわけです。文在寅の現実認識能力認知能力はどういうことなのかとすれば、例えば文在寅は2年前ですか2017年の6月彼が大統領補欠選挙で当選して1ヶ月後に韓国の原子力発電を中止を命令します。大統領の命令で何の法律的な根拠をなして命令で中止しました。その時彼が原子力発電がいかに危険なのかを説明した例が311日本の東大震災の時福島津波で福島原子力発電所がメルトダウンになってこの事故で死んだ日本人が福島原発の事故で死んだ日本人が1368人と言いました。福島原発の放射能の問題で1368人が死んだと。それで当時日本政府が抗議しました。新しい韓国の大統領文在寅に抗議したことあるんですが、文在寅は韓国国民は今文在寅に怒るのは
この問題を解決しない、何もしない文在寅に特に起こるが、文在寅がこの問題に対して中国に一言も言わないことです。中国に対しての徹底した時代主義、これに対して国民は怒っております。日本に対してはありとあらゆることを抗議しながら、5000万の国民が殺人スモークにさらされていることに対して、それを発生させている中国に対しては一言も言わない。これが文在寅政権の本質を表すことではないかと思います。これを関連してのことは、これからどうせいろんな措置が取れなくちゃいけませんから、それはまた後に新しい情報があればまたお伝えします。